先の将軍の実弟足利義昭は将軍位につくことを望みながらも京の混乱を避け越前に滞在していた。やがて天下の四強今川、武田、上杉、毛利の講演を受けついに帰京。義昭は新たな将軍に任じられた。しかし将軍家は力を失って久しく、義昭は自らの権威をどうにかして世に認めさせられないか思案していた。永禄御前試合。頼もしき者たちの助けを得て京に帰り咲き、無事将軍の座を得た今、足利家の権威を改めて天下に知らしめねばと思うておる。三淵、何か妙案はあるか。されば上様のご上洛を助けた者たちを集め御前試合を催されてはいかがでござろう。今川、上杉、武田、毛利はいずれも強豪。上様の号令でかの者たちが集えば将軍家の権威も天下に鳴り響くか。しかし私の号令であの者らを集められるかの。勝者を副将軍に任じると伝えれば喜んで参りましょう。上様は頼もしき副将軍を得られ一石二鳥。ほほう、確かに妙案だ。早速手配するがよいぞ。は、しかしいずれも癖者揃い。万一の備えに最下衆も呼んで目付役を務めさせましょう。さすが三淵、抜かりないの。どのような試合になるか楽しみなことよ。蛇のことごとくを打ち払う。さてと片付けちまおうか。というわけです。謙信殿もご参加いただけますか。勝者は副将軍か。よかろう。失礼ながら副将軍に興味がおありで。不浄の輩が副将軍になれば上様のご政道が汚されよう。天下に正しきを示すにはこの謙信が立つほかない。なるほど、頼もしい限りです。やっぱり勝者は謙信殿で決まりかな。後々のため試合で恩を売っとくか。これより試合を始める。みな存分に力を振るうがよいぞ。第一の試合の相手は我が兵が務める。できる限り早く倒してみせよう。天下の正しきはこの謙信が守る。俺も手を貸すぜ。将来の副将軍様に恩を売っといて損はねえだろうからな。一応伝えておくが、将軍様がいなくなりゃ試合は中止だそうだ。心に留めておいて。徳島なる者め、出番だな。敵兵を踏み散らす余の得意とするところ、他の者どもに遅れを取ろうはずもないわ。くだらぬ、足利の弱兵どもが相手では尻役田を払うのと同じよ。私に任せろ。老体には血と応える。が、わしの勝ちは見えたな。そこだ。
潔く散るがよい。さすがの腕前である。ちと簡単すぎたか。第2試合の相手はこの者たちを見事倒してみせるがよい。こんなの将軍様の道楽だろ。なんで俺たちがこんなこと。良いではありませんか、長政殿。こんな試合も世が平穏であればこそです。それにまたとない鍛錬の機会だ。この試合を糧に強くなれるのなら、他の連中に勝ちたいなら素早く倒した方がいいんじゃねえか。うおお、なんたる武勇。かの猛者たちを次々と倒してしまうとは。待ち上がれ。その荷をこっちに渡せ。この荷は上様への献上品、賊どもに奪われるわけには。見事だ。噂にたがわぬ武勇よな。では第3試合を開始。いいだ。身を隠した忍びを探り当て速やかに倒すのだ。各所に配した者たちから手がかりを得よ。さすれば忍びの居場所が明らかとなろう。心眼で眺めればおのずと忍びは現れよう。将軍家の二打が襲われてるようだ。あれを守れば将軍様も褒めてくれるだろうぜ。私に任せ。いいだろいいだろ。かなうまい。忍びの剣か。俺たちに勝ったら教えてやる。震えや。なんと大事な二打を守ってくれたのか。そなたの忠義しかと受け取ったぞ。見事。知っていることを教えましょう。じゃあまだ忍びの居場所はわからねえな。もう一つ手がかりが欲しいと。おお、そこのお方、お助けください。逃げれねえ。ほら、どっちがこの邪魔する奴は許さねえ。やっちまえ。私に任せよ。十分だ。忍びについて教えて差し上げよう。なるほど、そういうことか。いいだろう。これで忍びの居場所も絞れそうだな。ございます。忍びですか。そういえばあちらで横島なる者め。え、見つかっちまった。これで俺たちの負けだっけ。ほう、隠れた忍びを見つけ出したか。忍びならず頭を冴えておるようだな。この私が御前試合に呼ばれぬと上様に問いたださねば気が済みませんで。何やら不穏な輩が乱入してきたって。止めねえとまずいんじゃねえか。他の奴らは松永に気づいてねえようだ。俺らで将軍様を守ればこりゃ大手柄だぜ。私の危機を察し駆けつけてくれたか。め
なたの忠厚褒めて使わす。やれやれ、おかげで助かったぞ。そなたの比類なき忠義と実力見届けたぞ。副将軍にして使わす。これにて試合終了だ。試合が終わったぞ。バカ、あやつが副将軍になるなと。よいだろう。ありえぬわ。ならば副将軍に勝てばよいのであろう。この場で真の勝者を決めようではないか。私に任せよ。勝利条件変更。出番だな。私に任せよ。上様のご裁定に異を唱えるなど言語道断。正しき道というものを叩き込んでくれよう。いいだろう。ほら、副将軍はもう決まったのだ。勝手に試合を続けるでない。こりゃまずいな。あいつらが相手じゃ勝つのは簡単じゃねえぞ。シロー、岩隊を率いて副将軍を叩け。は、必ずや奴を仕留めてみせまする。どれ、副将軍殿に敬意を表し、余が直々に相手をして使わす。開門。せい、やっ、せい。皆の者、出会え出会え。副将軍に加勢するのだ。三つぶち、何をのんき。いいだ。見ておる。副将軍に助太刀してまいれ。は、ただち。出番だな。エルモト、ホトハル、副将軍殿のお相手をいたせ。無論、手加減は無用ぞ。はっ、行ってまいります。てめえを倒しゃ父上が晴れて副将軍だ。気を逸した。ひとまず身を隠しておこう。開門。弓兵を稼いに向かわせよ。じわじわと弱らせ仕留めるのだ。こいつも逃げれねえぞ。また将軍様のご命令だ。次は副将軍殿に加勢しろってよ。ここで副将軍殿が敗れれば乱世に逆戻りしないとも限らない。私に任せよ。やるしかないだろう。さすがは副将軍といったところか。いいだろう。ならばこの老骨がお相手いたそうか。上杉は天下無双をいただく竜である。出番だな。好機、夜乗りをいただくとしよう。せや。お主に副将軍は務まるまい。故にわしが代わってやろうというのに。どちらが真の強者か、はっきりさせよう。敵将、打ち取ったりだ。なんという屈辱だ。妙義を食らえ。悪いな、邪魔されちゃ困るんだ。よいだろう。こいつは見切れねえぞ。貴様こそ真の強者ということか。おしんは副将軍の座お主に譲る。御前試合と聞いてきたが、乱戦はどうしたことか。我らにとっては好都合。
それ、今のうちに将軍を倒してしまえ。我ら、京に帰り咲くため将軍を討つ。邪魔をするならば、貴様も。俺の腕は天下無双なんでね。邪魔されちゃ困るんだ。そこだ、液晶清めてやったぞ。かなう相手ではなかったか。輝かしいご活躍、さすがでございまする。ここは引くほかあるまい。ここは引くほかあるまい。これぞ我が聖堂。よく散るがよい。呼吸を整えて。ほら、どっちが好みだ。この息に応え。入る。手柄首がのこのこ向かってくるとはな。さて、次はどいつだ。私には荷が重すぎたようだ。喜ばしい活躍ぶりだ。不覚を取ったか。恩外やりおる。ならば正真正銘、まことの今川義元が相手をしてやるわ。開門。どちらが天下の覇者にふさわしいか、決着をつけよう。瀬名を傷つけるとは許せぬ。一気に片付けてから。こいつは見切れねえぞ。狙った獲物は。ねえ、ウヌの力認めざるを得ぬか。これで天下の正しきは守られよう。ようやく終わったか。俺が見込んだ通り、やっぱりあいつが最強だったな。剣心殿が副将軍になってからというもの、天下の誰もが私を大切に扱ってくれるようになったぞ。将軍家を敬うは、もののふの世の正しき姿。それが分からぬ下道は、剣心が罰しておりますゆえ。そうか。私のために、すまぬな。ゆえに上様におかれましては、下々の者どもに、正しき道の手本を、常にお示しいただきたい。手本、そうだな。正道をもって正道をなす。それができねば、この剣心が罰せねばなりませぬ。いや、それには及ばぬ。私は常に正しくあらんと努めておる。それは上々にございます。今後とも天下に正しきをお示しくだされ。